はい、青春秘密基地、今回は出張秘密基地ということで、こちらの商品の方からレビューしていきたいと思います。 501WX のデッドストックですね。デッドストックの最終形の方も紹介したいと思います。こちら 501WX ですね。で、表記の方で 33-30 という表記になっています。こちらフラッシャーも付いていて、もうノリもバキバキの本当にデッドストックの状態であります。WX の中で一番最終形ということで、66年頃のものになるかと思います。アーケードステッチはイエローステッチが使われてますね。で、フロントの方から見ていくんですけれども、フロントはこんな感じ、ノリもバッチリで、ポッチポケットの中は普通のステッチになってますね。で、フロントボタンも非常に綺麗な状態で、縫い返しも V になっています。後ろの方は入ってないですね。これね、紙は入っていません。で、リベットの方がないので、ね、隠しリベットがない状態なので、最終形がわかるかと思います。でも非常にこれだけね、最終形といえどもね、これだけ完品の状態で、なおかつサイズ感も、ね、非常にいいサイズなので、なかなかお目にかかれるものではないのかなといった感じです。で、こちらまた缶抜きが入っているということで、最終形の証といったことでね、コレクターの方も言われていました。非常にこっちの方が珍しくて、なおかつね、こちらで WX の最終形ということが確認できるかと思います。あと、裾の方ももちろん裾上げはされておらず、チェーンステッチで、なおかつこちらの方は耳の方もしっかり乗り付けされています。本当にこういった貴重な、ね、デニムではあるんですけれども、こういったデニムを、ね、大事にやはり保管されているというのもね、今後ね、こうますますどんどんこういったもの数の方は少なくなっていってしまうので、やはり大切にこうコレクターの方がコレクションしていただけると、なんとなくこう同じコレクターとして嬉しい気持ちになるのは、皆さん見てる方もそう感じられるんじゃないかなと思います。ちょっと隠れて見えにくいんですけれども、こちらのロゴの方が入っているものが、どうやら501の隠しリベットがない最終形のモデルにつくフラッシャーの証ということも、コレクターの方からお聞きしました。こちらパッチの方も紙パッチではあるんですが、しっかりね、 501WX というね、しっかり見えるので、ここまでね、本当に状態のいいものを探すのはなかなか苦労されたんじゃないかなと思います。で、こちらフラッシャー関係もね、こう非常に綺麗な状態でコレクションされていまして、そちらの方も見せていただきました。こんな感じでフラッシャーだけ集めるというのも、かなりね、マニア心をくすぐるアイテムではあるんですが、まあ、入手するのもね、非常に難しいアイテムになってくるんじゃないかなと思います。それ、こういった状態で、綺麗な状態でファイリングされているというのもね、非常にこうコレクターとしての愛情を感じるのはね、こういったところからも伝わってくるんじゃないかなと思います。こちらのフラッシャーはもう少しね、古い年代の WX のフラッシャーだということです。この辺でビッグイのフラッシャーになるということです。とにかくやっぱりデニムだけじゃなくね、こういったフラッシャーまでね、集めていくというのがね、本当にやはりこうとことんね、突き詰めて集められている証拠なんじゃないかなと。で、またこういった感じで本当にね、こう綺麗にこう集められているので、自分を見ててね、非常に楽しい時間を過ごすことができました。1960年代のものになるので、今から約50年ほど前のものになるんですけれども、リーバイス 501WX のフラッシャー付きデッドストックというものは非常に貴重で高価なものになるかと思います。古着屋さん等で販売されれば、間違いなく50万円以上で取引されるかと思います。そういった非常に貴重なものを実際に手に取ってね、レビューすることができたのは、コレクターとして非常に幸せな時間を過ごせたんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。